要はその、関税同盟があるんだったら、その中に入った方がうまくいきますよねっていう話を今僕はしています。で、こっから、あ、そう、佐藤錦は、いちごの方ね。はい。で、ここは別の話で、TPP に入れなかった場合にどうなるかという話。要は関税同盟に入れなかった国、あまおうもおいしいよね。いつまでやるの？眠くなってきて、はい、すいません。要はその、TPP っていうところで関税同盟を作りました。例えばヨーロッパの場合は EU っていうのを作りました。EU の圏内であれば関税は一切かかりません。なので、そこの中で自由に物の輸出や移動しましょうっていうのが始まりますと。で、例えばじゃあ、大阪だけ日本で独立しますと。大阪から出荷するものに関しては税金がかかります。で、大阪に行く人はそこで労働許可証が必要です。大阪の人が大阪以外で働くには労働許可証が必要です。で、移動する場合は毎回パスポートチェックします。で、物に関しては全てチェックして関税をかけますってなった場合に、大阪と商売をしようとする日本の県って、増えるか減るか。まあ、減るでしょ？だってめんどくさいもん。だから大阪抜きでやりましょうわってなるわけじゃないですか。もう大阪なかったことにしましょうねと。なので、東南アジアで TPP っていう枠組みができたときに、そこに入らなかったら、こいつ抜きでやりましょうわなっちゃうんですよ。で、そうなった場合って日本めっちゃ困るじゃん。だから入っといた方がよくねって話なの。だから、今日本って入った方が得だよねって話をしたのはわかるんだけど、入らなかった時にどれぐらい損するかっていうと、その関税とパスポートを必須にした大阪の状態になるのよ。だ、もうあいつら抜きでやりましょうよって世界がなっちゃうのよ。っていうぐらいリスクのある話なんですよ。TPP に入らないということが。なりませんって書いてるこの人。理由を教えてください。ならない理由を僕は知りたい。TPP のデメリットはあります、もちろん。他の国よりも高く作ってる商売は潰れます。だ、例えば、まずいマンゴーを作ってます。タイから仕入れた方が安いです。そのまずいマンゴーを作ってる農家は潰れます。その人にとっては損します。でね、ISD 条項がね、アメリカが絡んだ話では出てくるんですけど、TPP の、加入すると言ってるアメリカ以外の話で製薬会社がある国を教えてください。ISD 条項が何ぞやっていうのは、例えば、じゃあ、日本で薬を作ってます。で、タイが TPP に加入してるとするじゃないですか。で、その、タイに対してこういう薬を卸しますって日本がやるんですけど、で、その、タイが法律を作りました。日本の薬を買っちゃいけませんって法律を作りました。なぜならタイの製薬会社は守りたいから。で、その場合は ISD 条項というのに加入してる場合、タイの裁判所でタイの会社が負けます。要はそこが、正当に評価してるわけではなく、要は TPP っていうのはその貿易に対しての関税をかけるのをやめましょうっていう条約じゃないですか。でも、タイの製薬会社を守るために、タイの製薬会社を守る法律を作りました。で、それって ISD 条項違反なんだから、タイが悪いよねって言って、タイが負けます。これが ISD 条項。で、いいんだよね。これ合ってる？ISD 条項って言われるものが、実際に何なのかっていうのが、実は曖昧なんですよ。なぜなら TPP の中で ISD 条項がどういうふうな項目になってるかというのを今まで公開されていないからです。こういう感じで決まるんじゃないかなっていうふうに言われてるだけで、TPP の条約ってまだ公開されてないんですよ。要するに話し合いで決まってないから、下手にこうですって言っても変わる可能性があるから、こうですって言えないんですよ。
なので、大体こんな感じ、そうそう。だ、ナフタの ISD 条項の話を今しています。ナフタっていうのは、アメリカとメキシコでできた、貿易条約で、メキシコとアメリカに関しては、その、関税かけないようにしましょうね、って言ってる話なんですよ。で、なんで今その ISD 条項、カナダも言ってるね。ノースアトランティックの、なんか、フリートレードアソシエーションみたいな役なんだけど、で、ただ TPP に関してはアメリカ入らないことが確定してるので、あ、ノースアメリカか。ノースアトランティックじゃねえや。なので、アメリカの言ってる ISD 条項とは違うものになるんじゃないかな。え、公開されたの？ちょっと、なんか、情報の URL をください。で、アメリカがない以上はアメリカの条約とは違うもので決まるんじゃないかなと僕は認識しています。シンガポールはもともとの TPP の、シンガポールは参加国ですけれども、制約と研究はしてますけど、シンガポールをヘッドクォーターにしている本社っていうのは、僕は知らない。アジアの支店を置いてる国は今、製薬会社はいっぱいあります。シンガポールに。ただ本社がシンガポールってあんの？製薬会社。TPP の話よりトランプの今後についてやや言おうぜ。TPP の話はトランプの話です。なぜなら、アメリカが参加しない間に TPP を締結した方が得だからという話。ちなみに、なんだろうね。僕さ、政治家じゃないじゃん。見てる人、あなたたちも政治家じゃないじゃん。だから、ぶっちゃけ、僕らがこの話をすることに、何の意味もありません。だから、なんだろうね。何の話をしたから、社会が良くなるとかありません。うん。ただ、ただ、こういうことだから、こうした方が得なんじゃないのっていう妄想を僕らは話してます。そうそう。だから TPP はアメリカが加入しない方が得だと僕は思ってて、なぜそう思うのかという説明をしています。製薬会社も電化製品を作るメーカーもアメリカはいっぱいあるけど、アメリカが入らないんだったら TPP の枠組みの中では日本はそこで独壇場になれるから得なんじゃねって言ってんだけど、ただ、別にね、僕が言ってることで、偉い人たちの考えが変わるとか一切ないので、これは、おでそう思うっていう、なんか、俺の考える最強の超人みたいな、基本話は一緒です。うん。だから、酒飲みながらダラダラ聞いていただければと思います。あとは、米軍基地は、絶対撤退しない。これも仮説ですよ。だ僕はただの一般市民なんで言ってもしょうがないんですけど、米軍基地に関してはトランプはまず最初に、アメリカが米軍基地の滞在費用を払ってると誤解していました。で、実際世界中に米軍って基地を作ってるんですけど、費用負担比率で世界で一番高いのは日本です。スペインの米軍基地とかには全然お金払ってない。スペインはお金払ってないです。なので、むしろ日本はお金払ってる率でいくと一番高いんです。なので、日本にいる方が得なんです、米軍基地。むしろ日本から撤退したとしたら、他の国も全部撤退しなきゃいけなくなるんですよ。で、トランプって公約があるんですよ。トランプのサイトを見てみれば分かると思うんですけど、いろんな経済状況を変えると言ってるんですけども、治安に関しての、カットは一切しないという制限をしています。要は、兵隊は減らさないという公約をしています。だって、これからアメリカは、いろんなテロと戦わなければいけません。で、強いアメリカをやりますって言って、で、兵隊は尊敬しなければなりませんって言ってる状態で、兵隊リストラっていうのは言えないわけですよ。で、そうすると、兵隊に関して、日本はめっちゃお金払ってる国なんですよ。で、日本はぶっちゃけ、じゃあわかりました、アメリカ軍撤退してくださいよ、知らないっすよって言えるんですよ。したら、日本にいる沖縄とかのアメリカ軍を、
グアムに移転しなきゃいけなくて、グアムに対する移転費用もかかるし、で、毎年今日本が払ってる思いやり予算っていう滞在予算も今度はアメリカの税金で払わなきゃいけなくなるんですよ。で、そうするとコストめっちゃ増えるじゃん。で、それよりも日本にいさせて兵隊の首も切らないし、日本にコスト払わせた方が得でしょっていう計算は成り立つんですよ。だってトランプ知らなかったんだもん。あのね、トランプはね、今知ってるんですよ、それを。安倍首相と対談したからね。なので、日本の米軍を撤退させるというのは、99% ないです。これかけてもいいよ。1% はミラクルあるけどね。トランプは、要は、情報を知らなかっただけなんですよ。ビジネスマンでビジネスで判断するし、アメリカの国軍っていうのを強くしなければならないっていうのもあるんですよ。で、アメリカが費用負担して日本に置いていたんだから、それは日本に金払わせるか撤退するわっていうロジックだったんですよ。でも、蓋開けてみたら、日本が金払ってるっていうのが分かったから、ビジネスマンとしては、撤退する理由が全くないんですよ。だって、アメリカの国軍を減らしたいわけじゃないんですよ。要は、アメリカの払うお金を減らしたいんですよ。でも、アメリカが沖縄からグアムに行ったら、アメリカから離れるお金が増えちゃうじゃん。だから損するじゃん。だからやんねえよっていう、至極当たり前の話なんですよ。で、だから別になんかこれってロジカルな話だと思うんですよ。そう、ガチで知らなかっただけなのよ。だから例えばさ、毎月お小遣い100万円くれてるおっさんがいてさ、で、それ知らなかったら、このおっさんと縁切りますわって言うじゃん。でもさ、100万円お小遣いくれてるって知ったらさ、いやいや、毎年挨拶しますよ、僕ってなるでしょ。で、これだけの話なの。知らなかった根拠は、だって知らなかったから。知った以降は、日本から撤退するって言ってないもん、トランプ。だトランプは、もともと物知らなかったから、いろいろ言いたい放題してるんですよ。ただ、彼は知ってからは間違いないんですよ。そう、あの時だけなんですよ。だからね、核武装 OK って言ったのも、彼は今は撤回してます。うん、っていうぐらい、割とね、ロジカルな人なんですよ。だってビジネスマンだもん。